皆さん、こんにちは。健康の時間です。実際、少林寺の仏教だけじゃなくて、住居、道居も、よく自分の木を育てるの言葉よくあります。もし、実際、一つの有名な言葉自分は、 天地気を自分の心の中に育てるは一番重要というようなの言葉は話しました。2000年以来、中国でも日本でも韓国、とりあえず東洋文化の県の皆さんは、こういうの言葉で自分の そう,いうの宇宙の木素晴らしいの木を育てそうすると自分はこれを自分世の中生きているのを支えるの柱成功の根本になりましたこういうの素晴らしいの木 天地の木人間の根本の木は木をあるいはこの精神の概念のあ意味もあるの木これはこれ木より私たちのいろいろな困難を乗り越えて自分の夢を叶う願望を実現する 理想を実現する。最後、成功。あれはもっと素晴らしいの。自分を実現するできるようになりました。だからこの木は、まず自分の人生の目的。人生観でも。あれは自分の素質信念だけじゃなくて、自分の根拠。 自分の意志志などどん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 みんな素晴らしい成功のようになりましたもちろんこの木の修練は住居仏教道教皆さん方法はそれぞれあるですけど ボーの木もそれの流派も自分の訓練の方法もあるですけどでも自分一つの方法でも毎日少しずつ進んで一歩一歩歩いて最後は絶対成功になる絶対自分の人生に一番役に立つのものに なるでしょう。